皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は曇りの日の桜の写真の撮り方アイデア7選というテーマでお話ししていこうと思います。先日私がニコン Z50 のカメラを使って撮ってきたので、この写真については実際本当に曇りの日に撮りました。なので、どういうところに気をつけてどういうことを考えながら撮っているかっていう考え方についてお話ししていきたいと思います。これから桜を撮るときに、まあ必ずしもね、やっぱりどうしても青空の日ばっかりではないと思うので、曇りの日に桜を撮るときにあなたに何か少しでもヒントになればと思ってお話ししてみたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。曇りの日の桜の撮り方アイディア1つ目は、木漏れ日の丸ボケを背景に選ぶです。この写真は花の集まりを主役にして、背景には木漏れ日の丸ボケが入るようにして撮ったものです。この時使っているレンズは 250mm の焦点距離選んでいるので、かなりの望遠レンズを使っています。これはすごい背が高い木の上の方に咲いていた桜の木なんですけど、この望遠レンズを使うことでこういう感じでお花を大きくクローズアップして撮ることができました。背景には木が入る画角を選んだので、この木の隙間から漏れる光がこういう風に丸ぼけになっています。桜の花の明るい色と木の葉っぱの暗い色のコントラストが強いため、主題のお花に目が行きやすい仕上がりになりました。曇りの日の桜の撮り方アイデア2つ目は、空を入れない角度で桜並木を撮るです。この写真は桜並木がずらっと並んでいるような場所で撮ったものです。手前にある一つのお花の塊を主役にして、ここにピントを合わせています。で、この主題にしているお花、まず最初にこれを自分が見つけて、あ、いい感じに咲いてるなって思ったので、これを主役にしようっていう風に決めて、その後からこう撮る場所を微調整して、最終的に奥にこの並んでいる並木と道が続いていくこのまっすぐな道っていうのを、両方バランスよく入る角度を選んでシャッターを押すっていう、そういう風に考えながらこの写真を撮りました。もしこの場所天気が良かったら、自分がしゃがんで下から上に見上げるような角度にして青空を入れて撮ったら、それはそれですごくいい写真になるかなって思うんですけども、この時は空を入れてしまうとちょっと白っぽくなって寂しい印象になりそうだなって思ったので、見上げるのではなくて上の方にちょっとカメラを構えて下を見下ろすような角度を選んでこういう風に撮っています。そうすることによって背景に写っている人が歩いている様子とか、写真を撮っていらっしゃる方もいるかなって思うんですけど、この場所の、リアルな雰囲気っていうのも伝わる写真になったんじゃないかなっていうふうに思います。曇りの日の桜の撮り方アイディア3つ目は、菜の花のイエローを背景に入れるです。こちらは咲き始めた花の一部を 250mm の望遠レンズで撮ったものです。このお花も比較的自分の目線と同じくらいの低い高さに咲いていたものなので、見下ろす角度で撮って、その時に背景に菜の花のイエローが入る角度を選んで撮ってみました。で、菜の花ってすごい鮮やかな色をしているお花なんですけども、なので曇りの日でもすごいこの色っていうのは出やすいんですよね。なので桜の背景に入れてあげることで、この黄色とお花の白っぽい色っていうのの対比が見えて、結果的に春っぽい色にまとまって仕上がったんじゃないかなっていうふうに思います。これももし晴れていれば青空と黄色とお花のピンクっていう3色入れてあげるとすごい爽やかな仕上がりになったと思うんですけども、この時は空入れてしまうと白っぽくなるので、この写真についてはそういう寂しい印象にはしたくなかったので、空は入れない角度にして撮っています。曇りの日の桜の撮り方アイディア4つ目は、幹の質感と小さなつぼみに注目するです。この写真はすごく大きな桜の幹があったんですけども、そこからちょこんと出ている桜のつぼみを主役にして撮った写真です。今まで見てきた写真とちょっとだいぶ雰囲気が違って、寂しい印象の写真に仕上げています。実はこの写真を撮った時は初めはこの木の咲いているお花の方に注目していたんですけども、ある程度撮ってみて、こんな感じかなと思って、実はもう帰ろうとしていた時にふと見たら、桜の幹のところからこのつぼみが生えているのを発見しまして、なんかこんなところにも
頑張って咲こうとしているお花がいるんだっていうのがなんかちょっとおーって思って、これを主役にできないかなと思って考えて撮ってみたのがこの写真です。かなり地味な印象で華やかな写真っていうわけではないんですけど、逆に晴れている日だったらお花の方がすごい綺麗に見えていたので、これに気がつくことはなかったと思うんですね。なので結果的にこの日の寒かった感じとかちょっと薄暗かった感じっていうのを象徴するような一枚になったかなと思って、個人的には結構気に入っている写真が撮れました。曇りの日の桜の撮り方アイディア5つ目は、風に揺れる様子をスローシャッターで表現するです。こちらの写真は桜の枝が風で揺れている様子をスローシャッターで表現したものです。これ実はこの曇天ならではのちょっと荒技的な撮り方をしています。本当だったらこういう撮り方は一般的には ND フィルターをつけて撮ることが多いかなと思うんですけども、これはフィルターは使っていません。マニュアルモードにして ISO 感度を100、 F 値を29っていう最大ですね、隙間が入ってくる光が一番小さくなる状態にして、シャッタースピードは5分の1秒にしています。この設定にすることによって明るくなりすぎない、白飛びはしないけども、風に揺れている表現を映すことができる、そして、手で持った時もなんとか手ぶれがそんなに目立たない状態で撮れるっていう、このかなりギリギリのせこい設定で撮っています。この時本当に春ってそういう日結構多いと思うんですけど、風がかなり強かったんですね。これを活かせないかなと思った時に、後ろには太い幹があったので、これは風が吹いても揺れないですよね。なのでこの手前にはすごく揺れているお花があるっていうのと、奥に揺れない幹があるっていうのを両方写すことで、この風に揺れるお花と揺れない幹っていう対比を1枚の写真の中で写してみました。晴れている日にこういう表現をしたい場合は ND フィルターが必須になってくると思うんですけども、曇りの日で光の量が少ない時だったらこういう ND フィルターっぽい撮り方も試すことができるので、興味がある人はぜひやってみてください。曇りの日の桜の撮り方アイディア6つ目は、幹を背景に桜の花を撮るです。こちらは咲き始めた花の集まりを望遠レンズで撮ったものです。その時に背景に桜の幹が入るようにして、薄いお花の色と幹の濃い茶色がぶつかるので桜のお花の輪郭が目立つ印象になりました。この写真は実は考え方としては、まずは幹を主役にしてみようっていう風にそれを自分の中で決めてから、あ、じゃあここを背景にするにあたり、主役をどのお花にしたらいいかなっていうのは後から探すという順番で考えて撮っています。お花の開花状況で、まあ、たくさん咲いているようであればいい状態のお花っていうのは実は無数にあるので、背景から先に決めてしまうっていうのも私は実はよくやる考え方です。この時はお花を結構大きめに撮ったので、茎や小さく出ている芽っていうのも写って写真のアクセントになっているんじゃないかなっていうふうに思います。曇りの日の桜の撮り方アイディア7つ目は、シルエットにしてあえて寂しい感じに表現するです。こちらはあえて色があまり出なくなるように16ミリの広角側を使って桜の枝全体と空を入れて撮ったものです。こうやって見るとなんだかまるでモノクロ写真みたいな仕上がりになったと思うんですけど、これ別にねモノクロにしているわけではありません。本当にこの曇りの日の時っていうのは色が出にくくなるんだなっていうのをね自分で見ても改めて思います。よく写真の本とかネットの情報とかを見ると、曇りの日には空を入れない撮り方をしましょうみたいに書いてあると思うんですけど、それっていうのは曇りの日に空を入れてしまうと寂しい雰囲気になるから、寂しい雰囲気に仕上げたくないんだったら空は入れない方がいいっていう考え方だと思うんですね。なのでそれを逆に捉えてみると、寂しい仕上がりにしたいんだったら空を入れてみればいいっていうことになります。別に写真はにぎやかに楽しい雰囲気で撮るものだけが正解ではないので、この日はもう実際本当にね光も弱くて風も強くて寒くて、もうね寂しいといえば寂しい状態だったんですよ、ある意味。なのでその寂しさをわざとこの日のリアルな記録を
残してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思って、こういう撮り方をしてみました。そういう意味ではこの日のあのことをリアルに思い出せるような写真はこれが一番リアルなんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、ということで今回は曇りの日の桜の撮り方アイディア7選というのを紹介してみました。1枚目、3枚目、4枚目、6枚目は望遠レンズ、こちらの高倍率ズームの方で撮ったんですけれども、これを使う時の注意点が2つあります。1つはブレ、1つはピントですね。望遠側になればなるほど手ブレしやすくなりますので、撮る時にシャッタースピードがね、このぐらいで手ブレしないかなっていうのをちょっと注意しながら撮影するようにしてみてください。あとピントっていうのは望遠側になればなるほど少しピント位置がずれただけでも結構ずれて見えてしまうので、より正確にピント位置に対して自分がシビアになるっていう意識を持ってみるといいかなと思います。曇りの日に撮るときはやっぱり空がすごいポイントになってくると思うんですけども、最後にも言ったように空を入れてはいけないと覚えてしまうとすごくちょっと窮屈になってしまいますので、空を入れると寂しい印象になるっていうことを意識して、それの上でどうするかっていうのを自分で決めるのが一番いいと思います。寂しい印象に仕上げることは別に間違いではないです。ただ寂しくなるだけです。それを寂しいっていうことをポジティブに捉えるのかネガティブに捉えるのかはあなた次第、自由なので、はい、わざと寂しいような表現っていうのをやってみてもすごくいいと思います。その日らしい写真になるのでね、寂しさを表現するっていう方法もとってもいいと思います。もちろんそうじゃなくて、やっぱりこの桜が華やかで春らしい楽しいカラフルな世界っていうのを表現したい場合は、空は入れない方がそういう雰囲気が出る写真にはなるかなと思います。そのあたりは本当に工夫次第でどっちでも写真楽しむことができるので、ぜひぜひ柔軟にですね、曇りの日しかできない写真っていうのを楽しんでもらえたら一番嬉しいです。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。私の写真に対する考え方をもしもう少し聞いてみたいなというふうに思っていただいた方は、こちらの新しい写真の常識っていう本も出ておりますので、こちらの中でもっともっと詳しく文章多めの本なんですが解説していますので、よかったら概要欄のリンクからチェックしてみてください。この動画を見て感想、コメント、ご意見、質問、リクエストなどありましたら、コメント欄かインスタの DM なんかで教えてください。全部見ております。いつもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。